の続く朝日も必ず皆さんよろしくお願いいたします。ごめんなさい、コメント見てなくて、今ちょっとこう遡って見てます。月さんが書いたのかな。300回目の放送開始しました。はい、300回目合ってるのかな、計算まあだいたいそれぐらいっていう感じですかね。はい、なんかね、ついでも結構トレンド入り先週もしてたみたいなので、皆さんツイキャスこう聞いていただきながらツイッターの方でついでもご参加していただける方はツイキャス聞きながらこう、ついでものね、なんていうんですか、応援といいますか、ちょっとでもこうトレンドに上がるようにツイートの方出していただけたらありがたいです。何回やったら帰ってくるとかっていう、そういう問題じゃないとは思うんですけど、それこそね、今日ゲストに出ていただく増本さんから見たらね、もうお姉さんが拉致されて今年の夏で44年ですよ。
これね、40年前にそのお姉さんが増本さんに、お姉さんがお仕事でね、お給料日に、まあお給料いただいた中から結構その大枚はたいてと言いますか、可愛い弟さんのために贈られた腕時計、40年経ってもね、増本さんつけてらっしゃるんですね。セイコーだったかな。日本製のね、時計がまあ優秀なのと、お姉さんから贈られた時計をね、増本さんがそれだけ大事に使われてるんだなと思いますね。で、増本さんに、今からお電話をおかけしたいと思います。ねえ、すごいですね、長持ちしてね。もしもし。もしもし、増本さん。はーい、はこんい、こんばばんは、お世話になります。んは。こちらこそ、はよい、ろしくおよ願ろいししくおま願いいたす。します。増本さん、今ご自宅でしょうか？そうです。ツイキャスの画面っていうのは、ちょっとわかりにくいですか？見れますか？いや、見れるんですけれども、今、また、ちょっと待ってください。はい、はい。もしね、松本さんが見れたら。あ、見えにくいですか？フェイスブック、今って、パソコンか何かで開いてもらってる感じですか？いやいや、この携帯で開こうとしてるんです。パソコンの方がいいですか？いやいや、携帯で大丈夫です。松本さんの方にメッセンジャーで URL を送らせていただきます。はい、今ちょっとメッセンジャーで送らせていただきました。はい、はい、じはゃあ、い。メッセンジャー開いてみます。はい、すみません。センジャーばっかりだな。ちょっとよかったら、お話をね、お伺いしながら、ちょっとお写真も見ていただこうかなと思いまして。はあ、はちょっい。と待ってくださいね。はいはい、すみません。電話の画面から違う画面開いていただいても電話切れないと思うので。はい、はい。今、見ました。あ、ははい、い。はい。あ、見れましたでしょうか。ちょっと待ってくださいはね。い。電話でオンにしますので。はい。皆さんには増本さんの声は、届いてますでしょうか。大丈夫そうですね。はい。増本さん、これ、お写真。これは夏の写真ですね、これね。これ、ルミコさんから送られた時計って、まだ、はい。今現在も動いてますか？もちろん動いてますよ。動かしてますよ。これすごいですね。40年以上経ってるわけですよね。お姉さん拉致されて今年の夏で。ですから。はい、44年ですから。50年になります。もうこれ50年になるんですか？私が大学に入った年にもらったので、そうで姉すがか。拉致されたのは大学4年の時ですので。そうですか。はい。これ、成功でしたっけ？そうではす。い。当時お姉さん結構、そのお給料の中からたくさん結構大枚はたかれて、おそらくね、ね。当時の高卒の事務職のは給い。料というと7万か8万ぐらいなんですよ。はい。で、後からこれ、専門家に聞いたら、当時5万ぐらいしたんじゃないかって言われてました。そうですか。もう本当に高級ですね。当時はそうですね、今ねほど、なんていうかな、量販店もなかったし、格安店もなかったから、え。はい。正規で買ったとすると、給料の大枚を半分
以上。うわー、そうですか。なんか、松本さん、12歳までお姉さんと一緒に、こう、お布団の中で 一緒に寝てたっていうふうに、まあ、記事でも読んだんですけど、結構、本当に仲のいい兄弟だったんですね。そうですじね。ゃあもう本当に弟さん可愛くて、もう自分のお給料のほとんどつぎ込んでも、やっぱりお祝いを送りたかっまあ、喜たっんてこでくとれなんたでとしょう思いまね。すよ。ねえ。私が大学に現役で入ったってことも含めはい、て、はい。すごくね喜んでくれて、え。この時を送ったんだと思います。ただ私ね、当時やっぱり男でしたから、こんはない。女性っぽい時計っていいのかなと思ったことがあるんですけど、当時当時の男性だったら、この、まあ、この、なんていうんですかね、時計ごついのやつじゃないですか。画面が金色って珍しかったですか？銀色の方が多い感じですか？もっと丸くてごついやつですよね、はい、普はい、通。はい、そうですね、イメージこでれだは。と日本っぽいじゃないですか。あ、確かにね、今だったら女性でもつけてる方もいますよね、こういうタイプ。これはやっぱりもうバンドとかはやっぱりどうしても傷んでしまうから取り替えられてってことなんですね。で、当然、まあ、電池も変えなきゃいけないし。そうですよね。ちょっとやっぱりこう、ちゃんと時計屋さんに持っていかれて、時計屋さんびっくりされませんか？これは、ね、年代物ですね、みたいなお話になりません？7年か前かな、その電池を変えたときに、これはまたすごい古いですねって言われたときに、そうでしょうちね。ょうどに震災があったじゃないですか。震災の後だったんですけども、震災以降、この部品を作ってる会社が震災で流されたので、今はもう作れませんからというふうなことは言われましたね。東日本大震災で、まあ、その、まあ、時計の一部の部品を作ってる会社が、そう、まあ、流東され京ちゃったんでで、ね、すあっね。たらしいんですけどね。へえ、今もうそうで作すれまか。せんっていうふうに言われたことは覚えてますね。そうなんですね。でも、50年持つんですね。すごいですね、日本製。だなというふうにはちょっと関心をしております。ねえ、でもその時すごく、多分、そのセイコーっていうのも、まあ、日本ではね、やっぱりこう、時計としては、こう、本当に一番優秀というか、そうですね。まあ、あるいはリコもなかったし、リコというか、カシオもなかったですからね、アメそうリでカすね。ね。まなだ、かったですよね。本当です、本当です。セコーぐらいしか時計メーカーというのはあまり僕は思い浮かばそうないんでですすけど。ね。セイコーとシチズンぐらいだったのかな、昔あったのって。まあでも、セイコーさんの方がこう、高いイメージで。まあ、日本の時計といえばセイコーっていうね。そうでそうしたです、そうね。です。はい。皆さん、44年もう経つんですよ、この夏が来たらね。で、その昭和53年って、ピンクレディーの UFO が最新ヒット曲で、で、キャンディーズが解散した年で、なるほどね。で、サザンオールスターズがデビューした年で、そうでしたかね。そうでそす、んそうな、でそんす。な。だからサザンオールスターズも息が長いですね。もう第一線ずっと走ってるサザンもすごいなと思うんですけど、あと、インベーダーゲームが大ヒットした年でした。そうですね、私、その1970何年です？ 78 年です78か？年、そうです、そうです、昭和53年。でも大学1年、2年の時に結構やってた覚えがあるので、そうですもっか。と前だな、大流行したのは。じゃあもっと前なんですね。いろいろ調だからべたんですけどね。76年ぐらいだと、76年か75年ぐらいに大流行しそうて、なんでで、すね。喫茶店でよくやってた覚えはあそうりまです。すよ。喫茶店でね、やってましたよね。皆さん結構若い人たちがね、流行ったんですよ。私まだ子供だったんですけど。そうそう、そうそうそう。アイスの宝石箱っていうね、そういうのもありましたね。そうなんですか。それは知らないな。知らないですか？ピンクレディーがね、多分ね、コマーシャルしてた記憶があるんですよね。
女の子向けなんですね、それじゃ。そうです、そうです。もうキラキラしてる、なんかこう、氷の粒がこう、色がついてる赤とか緑の粒がこう、アイスの中に入ってる。アイなス、るほど。そんなんだったですね。でも、それだけもう経ってしまった。ねえ。そうですね。ちょっとね、調べたかったんですけど、わからなかったんですが、チャンネル桜の方で、拉致問題アワー、ずっとメインキャスターで、松本照明さんずっとされてこられてるんですか？もう、あれは何年ぐらいになられますか？平成、何年ぐらい平か、成のね、覚えてます？15年ぐらいからだと思います。あ、平成15年からですか？はい、だと思います。平成14年に、拉致問題が公に、拉致事件が公になって、で、水島社長が、でも、平成16年かな、私がその参議院選挙に出るときに、事務所に来られて、やりませんかという話があったと思うんですけれども、そうなんですね。もうでも、平成年か17年ぐらいからだと思いますね。わあ、でもまあ、結500何回、でも500何構、回やってますけれども、う300わ回毎週やってらっしゃるシェリーさんにはかないあ、ませんいよ。えいえ、とんでもないです、とんでもないです。いえいえ、もう、いや、でももう、それだけ長く続けてこられて、もうあと1、2年すると20年になっちゃうんですね。そうですね。もうでも、松本さん自身が、アンミョンジさんからも、北朝鮮が、松本留美子さんの拉致を認めた後も、アンミョンジさんが、北朝鮮が出してきた死亡日時よりも後に留美子さんも見ているという証言もあって、アンミョンジンさんもそうだし、他の脱北者からもいっぱいあるんですけどね、全部不確定なものですから、それを認めてるかどうか分かりませんけども、ただ、この子は家族ですからね、最後の最後まで彼女が生きてると信じていなければ救出運動なんかできません。いや、もちろんそうです。今日も、渋谷の方で署名活動されてたそうで、もう暑かったと思います。お疲れ様でした。本当に今日はでも少し残念な思いがありましたね。お聞かせ願っていいです署名数はもう私はもう渋谷ですか？から、そんなには期待はしていませんでしたけれど、何こが？の我々が署名をやってるところの後ろの壁が BTS の、メンバーの写真を貼ってるなるほど。ですよ。ですね。で、当然渋谷区としてはそれは収入源ですから、やるんです。それを撮る、やっぱり女の子たちがいっぱいいて、そこに、K-POP の私たちファはン。その横断幕を貼るんですけども、その画面ではなくて、ちゃんと立ててやってるんですけどもね、それに対して抗議をしてくる女の子たちがいましてね、BTS の写真がその横断幕にか邪か魔ってさるれてと。映せないじゃないかという、そういう抗議をしてくる女の子がいてね、そああ、日うで本っすてか。もうこういうふうになっちゃったのかなという残念な思いを。その女の子たちは、大体、年齢で言うと20代前半の。20代前後でしょうね、10代ではなかったような気がしますけど、多くの人たちがやっぱり 邪魔だという話をいっぱいしながら、直接抗議はしないで、いたんですけども、その写真を撮る女の子たちの邪魔よねという言葉がこう耳に入ってきましたね。すごくショックなんですけど、だって日本人ですから、日本語読めますよね。思います。でもわそうか、いわうかるわけ女ですよね、この子れ。こういうことですよね。こういうふうに、す、BTS 知るの、のは本当に、シベリアの若者たちの現状です。もう、言葉が出ないですね、本当にもう。
残念な思いですけど情も、けでないもと言いますか。今のその日教組の教育が生んだ子供たちの現状ですよ。と私は思います。他者には思いを抱かせない、自分たちの思い、感覚だけを大切にする。だから BTS の写真を撮りたいのに、なんでそこに横断幕があるの？邪魔じゃないっていう、そういう感覚です。北朝鮮は拉致した日本人全員を即時返せと、日本人拉致被害者救出活動って分かってるわけですよね。読めると思うので。彼女たちが分かってるかどうかは分かりませんね、それでは。も日本語は読めると思うので。日本語は眠るんですけども、でも20代前半か10代の方たちだから、拉致事件そのものを知っていない可能性がありますよね。だから余計なものがそこにあるという感覚じゃないですか。日本の現状、日本の。松本さん、ツイキャス始まる前に、ちょっと外務省のね、その拉致問題への、我が国での取り組みだったり、国際間での、こういうことやってるんだ、ああいうことやってるんだっていうところを私読んでたんですよ。そしたらいかに自分たちは頑張ってるかみたいなことをですね、本当に反政府的な発言になるんですけど、書いてあるわけですよね。これだけ発信してるんだと。で、ウクライナ侵攻後に、は田い。中仁さんが、BS の報道番組に出たときに、はい。我々外交官はいかにこういう事態うをん起こさないように、いかに努力してきたかっていうこと、つまり平和を維持するためにどのように努力してきたかことを強く強調してたんですけども、そうですか、はい。それは日本の国益を損しても、とにかく戦わない方向、戦争を起こさない方向に持っていったんですという彼らのあり方なんでしょうね、と私は理解しました。いや、よくわかり国ます。益をそこでどれだけ彼らは損じてきたのか、そのことに感じてないですよね。日本の国益ってなると戦争は一応国益ですけども、でもね、向こうの言いなりになって日本の国益を損してきたのが外交官だっていうことを彼らは理解してないです。平和だけを維持すればそれでいいというふうに思ってきたのが外交官、外務省の人間だったということを彼は如実にそれを表しましたね。それを聞いて、なんだこの人って思いましたよ。何をそれを自慢してるんだと。国賊じゃないかというふうに私は思いましたけどね。その田中仁さん、田中欽さん、もし自分の家族が襲われたりとかですね、傷つけられても、もう殴られようが殺されようが耐え忍べっていうふうに、それがびび、まあ、戦わずに済むことだと、戦争にならずに済むことだという考え方なんでしょうか。もうその、あまりにいや、それをも、聞きたいですけどね、それはね、田中仁さんにね、秘書の人間全員聞きたいですよ。あなたの家族がそうやってやられたら、このまま平和を維殺さ持れすようるが殴ためられにようが、何ができるんですかって。話し合って解決しようって、殺されても殴られても連れ去られても、そんなこと言うんですかって、本当にそれ正気ですかって聞きたいですよね。聞きたいです。正直、そういう人たちがそういう理想を掲げて、その理想のもとに発言したりとかするのは、個人間では自由ですけど、いや、個人間では自由ですけど、国家の国外家交の換と外し務省て、の人間として、国益をそうです、損そうしでてす。も平和を維持するのかどうかはね、一外交官の職責としてはね、それは逸脱してますね。で、彼がそれを誇らしげに言うこと自体もおかしいですよ。それは超党のトップに上げて、政府がそういうふうにや
そういうふうにします、そういうふうにしますっていうふうに言って、政府が認証しなきゃいけないんですけど、おそらく政府が認証したんでしょう。でも国益を損なって、でも平和を維持するために妥協しろというような日本政府というのはおかしいでしょ。いや、もう明らかにその国民が拉致されているわけですから、まあ、この拉致問題、暴力で、まあ、連れて行かれているわけですよね。無理やりなんですから。で、そういうことをしても両親の痛みも感じないし、家族が返せって言っても申し訳ないとも思わないし、恥とも思わないっていうね、そういう人間が指導者で国家運営している国があるんだから、そんな人間になんかいくら正論かどうか知らないけど、そんなね、理想が通じるって思ってること、と、プーチンのああいう、まあ、殺戮とか侵略を見ても、未だそれを言うんですね、テレビでね。本当に、すごいですね。あの、ただね、私たちは、はい。アメリカだったらきっと攻め込むだろうというふうに思ったことがあるんですけども、アメリカも、それはしませんよね。アメリカ自体も拉致被害の可能性がある方がいらっしゃるんですけども、はい、それに対してアメリカが北朝鮮に強く迫ったことはありません、はい、国家を挙げてその被害者であるかもしれない人を、はい、スネドさんって言うんですけどね、はいはい、まあ、明らかにせよと言ったことは多分ないと思います、うん、だからね、国家っていうのは何なんだろうなっていうふうには少し思いますよね。まあ、北朝鮮による拉致の被害に遭っているのは、まあ、日本と韓国がまあ多いんですけど、他にもレバノン、タイ、マレーシア、シンガポール、ルーマニア、フランス、イタリア、オランダ、中国と、まあ、中国なんかはそんなね、まあ、気にもしないかもしれないですけど、まあ、西側の自由主義諸国、フランスとかね、イタリア、オランダっていう国はどうしてるんでしょうね。フランスにはね、たびたびフランスの、メディアに言って、はい、で大使館にも言って、はい、特定してほしいというふうに言ったんですけども、はい、どうもその特定できないらしいんです。特定できないというか、その努力をしてないか私は分かりません、うん、ただ、フランス政府からは特定できないというふうに言われてますね、はい、だからそのフランス人、具体的な名前があればフランスも動くんでしょうけど、なかなかその具体的な名前が上がらないので。なるほど、はい、被害者がちょっと不確かなんですね。なんか日本の民間の組織がフランス人も拉致されてますよっていうふうに言っても、彼らは状況なんでしょう。なるほど、そういうことですか。はい、だからね、ルモンドも結構乗せてフランス全土に一応情報は、はい、提示したんですけども、家族がなかなか、その街頭になる家族が名乗り出てこないから、はい、だからその追及できないっていうか、うんうん、それをだから実証できないというのがあるみたいですね。そういうことなんですね。まあ、身寄りのない、警察に届け出がない人が連れ去られている可能性があるんですかね。なるほど。フランス人拉致被害者に関しては結構具体的な事情があって、自分は大学で法学部、はい、大学の法学部で法律を学んできたという、はい、そういうなんか具体的なあれがあるんですけども、そうなんですね、はい、なかなか出てこない家族が。やっぱりその陸続きの国っていうのは、こうまた国へ行っちゃうとか、こう人が移動するのも日本よりは多いのかな。そうですね、ルーマニアのノイラさんも、はい、イタリアにいてイタリアから拉致されてますから、はいはい、だからその今スクール海外行ってるイタリア人というのも、うん、ノイラさんのことかもしれない、はい、ルーマニア人、本来はルーマニア人であるに
のにイタリアから出してるからイタリア人もいたということああ、なんですよなるね。ほど。はいはい、そういうことですか。はい。まあ確かにまあ、ね、そういうわけでも、うん。なんか難しい、ヨーロッパ特にそうですよね。アジアに関してはあまり情報少ないですしね。そうですよね。で、まあ、韓国、一応、新しい大統領がね、就任して、ムン・ジェインさんよりは、なしでしょうね。ね、どうやらマシだと。で、もう一人の対抗馬の人になってたら、もう最悪だったっていうのは、ね、まあ聞いてるんですけど、私ね、で、こういった韓国人というか、朝鮮人のメンタリティーが分かんない、あれだけその悪事がこう表に出たにもかかわらず、まだ支持する人たちがいて、今回、国会議員に当選したじゃないですか。あの方たち、日本だったら考えられないですよ。あれだけの、なんか不祥事が表立って、まあ、疑惑でも、何でもいいけど、新聞に書き立てられて、これだけ良いことをやってる人間が、まあ、大統領選挙には落ちたけども、でもあれだけ拮抗しましたよね。で、今度それ落ちた、国会議員に立候補して、それが受かるっていうのがね、不思議ですよね。不思議ですよね、なんとちょっも申としやっませぱん、りメン私タも韓国って不思議な国だなと思うし、ルって。ね、朝鮮も半島自体が本当に不思議な国ですよね。う、やっぱちょっと日本人には理解できないメンよタくありルますね。なところがありますよね。でもまあ、先週ですね、まあ、韓国発表だと8発北朝鮮がミサイルを撃って、で、今回珍しく、まあ、アメリカが1発、韓国が7発ってことで計8発撃ち返したんですけど、はい。ちょっと本当に珍しいことだと思うんですけど、松本さんどのように感じられました？文在寅が変わって、で、新しい政権になって、北朝鮮に対する示威行動だと思いますけあ、ど、私もそう思いました。もうはっきり。それがね、なんで日本はできないのっていうのが非常に不思議なんですよね。もうおっしゃる通りです。本当にそうです。日本は相一変わらず番、移管移法管だけ法でとす。か、はい。移管法とこれ厳しい。何にもならない。本当にバカにされるだけでもう、それやったらもう何にもノーコメントにしてくれって思ったりするんですけど、もうい、本当ですよね。もノーうい、コメントした方がまねだマシかもえ、しれないで恥ずかすしいね。ですよね。口で言って、外交筋を通じての、抗議をっていうのは、まあ、北京大使館を通じてですよね。何の意味もないですよね。北朝鮮が日本の抗議なんかもう何とも思ってない。何とも思ってないですよね。はいはいはい、みたいなもんで、また口だけか、みたいな。本当そうですよ、もう。はい、抗議は聞きますけども、私たちはやりますよって、それだけですよ。これが最重要課題ですから、本当どうするんだって、ずっと思うんですけど、どうやって日本人の命を守るつもりなんでしょうね、日本政府は。日本政府はね、プーチン大統領に対しては、あえて、まあ、経済制裁、個人に対する経済制裁を決議したのに、松原仁さんの質問収拠による、金正恩に対してはやらないのかっていうのには、まあ、のらりくらりと、とぼけてかわしてしまいましたし、だから今、ウクライナに対する侵略をですね、対岸の火事みたいに、あんな岸田さん、涼しい顔って言ったら失礼かもしれないけど、大変ですねみたいなこと言ってる場合じゃないんですよね。我が国も侵略されてますと、主権侵害されてるんですって、まさに拉致問題がそうですっていうのが首相の仕事だと思うんですけど、そういうことを言わないからね、松本さんたちが署名活動してこる。れは先日の新聞でもそうで、この頃ずっとそうおっしゃってますけども、拉致という問題を解決できないのは日本の恥だっておっしゃってますよね。そうです。日本の恥だというふうに思う国会議員が何人いほるとかんでどいすないっていね。うことですよ。本当ですよね。日本は昔恥の文化がありましたよね。そうです。恥ずかしいというようなことをやったら、もう切腹ものもありましたけどそうね。です。命に関わることでしたね、武士にとって仏はね。様の、
外を歩けないそう、誰も、誰が見てなくても、は、そう、恥ずかしいことはしてはいけないっていうね。それが日本人のその規律の中で、そうですね、本当そうです。そう生きてきて、先祖代々それを受け継いできたものなんですけども、まあ、そういうところでね、モラルの高国会い。に恥という文化はないんですよね。おそらく。彼らは恥と思ってない。でもね、私、政治家さん、もうちょっとね、なんていうのかな、もうちょっと心から喋りませんかって思うときいっぱいあるんですよ。特はにい。拉致問題のことについては、断腸の思い。いや、ね、もうそれ例えで使われて、それだけね、辛いんですって、まあ、言いたいのかもしれないけど、表情がですね、断腸の思いっていう表情ではないわけですよ。本当に唇噛みしめて、申し訳ないっていうふうに、もう顔も上げられない、本当に情けないっていうふうに、国民にですね、せめて被害者のご家族に土下座して、もう土下座できなくても、もう土下座してでも詫びたいという思いをこう示したこと、まあ、それは感情論かもしれないですけど、そういうものって、でもやっぱり国民の、なんていうのかな、意識改革にはなると思うんですね。あ、これだけ国そうで会議す員ね。が申し訳ないと思ってる。来月選挙を行われます。私、今ね、参議院の、中で、青山繁原さんと山谷絵里子さんは、この拉致問題、拉致事件に関しては、強い思いを持ってらっしゃるとは思ってます。その他の方に関しては、私はよくわかりません。衆議院に関しては、誰も思ってないでしょ。そう感じてます。私が拉致被害者家族会として面と向かって会った方の印象として、このお二人以外は拉致事件に関しては何もはないかもしれないな。思いはあっても本当に解決しようとは思ってないというような感覚を持ってますね。これ、番組だから参議院選挙に関してはあまり言及しちゃいけないんでしょうね。いいですよ。もう全然、もう、この思うままの二発言していただいて。人以外は、私は信用できる方はあまり知りません。そうですか。はい。新しい拉致問題アワーではね、ちょっと、まあ、議員さんのお名前も出てましたが、はい、はい。まあ、あの方もね、結構保守というふうに言われてたんですけども、官僚ですからね。ねえ、もう、ウクライナへのロシアの侵略が、まあ、2月の24日から始まって3ヶ月を超えて、舛本さん、まあ、ウクライナ侵攻前に出ていただいたので、ちょっとああいうものを見てどのように感じられたかっていうのを、まあ、この拉致問題にこう重ねてどのように感じられてますか？やっぱりウクライナの国民がね、自分の国を守るんだ、自由を守るんだということで、戦うという姿勢を示して、実際戦ってますよね。他国にいたウクライナ国民が6万人帰ったっていうのがありましたね。はい。で、同時期に日本のその世論調査で、日本の若者に聞いた、国民に聞いたときに、1割ですよ、日本のために戦うというふうに言っ答えたた方人が、はね、そうでした。この違い、台湾は7割ですよ。やっぱり、それを考えるとね、日本ってどうなるんだろうなというふうな思い、自分の国を守るために国民がいるからこそ、アメリカが手助けできる、ヨーロッパが手助けできる。自分の国を守ろうとしないのにもかかわらず、これは他の国が血を流してまで助けようとはしない。お金を出してまで助けようとはしませんよね。そのことを日本国民は分かってるのかなっていうふうには思いました。
それもおっしゃる通りです。あ、今、皆さんが、平沢さんの名前書いちゃった。もう、1割の人しか国のために戦いたくないっていうのは、でもね、やっぱり、舛本さん、日本国が国民を必死で守ってないからですよね。私今日街頭のマイクではい。申し上げたんですけども、はい。そのことも含めてうね、んうん。日本という国がはい。国民を守るという姿勢をそう。明確にしない限り国民は国を信用しませんようん。ねっまて。さに本当にそうですよ。本当にそうです。もう。国を信用しない限りはうん。守ろうとはしませんようんねって。うんうん。だからこそ、その拉致という事件に関して日本が責任を持って国家としてやるべきことをやって国民に、日本という国は自分たちを守ってくれるんだというね、はい。姿勢を示すことが必要なんじゃないかなというふうには、と訴えました。もうおっしゃる通りですね。本当に。これ国がなけが、れば日本の、日本人が日本の国を信じて日本のために戦おうなんて思わないですよ。だから本当にね、舛本さんも何度も、ずっといろんなところで訴えられたりお話しされてこられたと思うんですけど、日本にある朝鮮総連に対して野放しじゃないですか。そうですね。たったそれだけの覚悟もできないんだったら、それはね、日本人、やっぱ日本国に対して不信だと思うんですよ。口では重要課題って言いながら、最重要課題って言いながら、そこは温存させてて、触らないようにしてる。やってることと言ってることと全く違うじゃないかと。違いますよね。僕、安ここ、倍さんにも言ったんですよね。はい、はい。安倍さん、海外に、すごい圧力をかけてくださいって言っても、ねえ、お願いしてね。お願いしても、自国内で、本当ですあよ。んまり悪くないじゃないですかって。まだでもトランプさん3回ぐらい言ってくれたから優しいとは思うんですけどね。いや、それはもちろん、そうなんだけど、でも、先ほど言ったようにね、自分の国で自国の問題を解決しようとする努力をしない国に他国が協力するんですか？するわけないですよ。日本しが。ないですよね。じゃあ自分の国の中で北朝鮮を礼賛する組織を抱えながら、あはい。れは合法ですよとか言いながら、擁護して、そして他国に、じゃあ外国の他国にね、ね。北朝鮮に圧力かけてくださいって、誰が納得するんですか？いや、だから、そんなバカなことを言ってる人たちがいっぱいいるんです。安倍さんもそうなんですよ。いや、恥ずかしいじゃないですか、あまりにも。安倍さんも直接恥ずか安倍しいさんとに思言ってわアメないリカと。から回答をもらいましたからね、それでね。あの組織は合法だって。どこが合法なのか私は分かりませんけども。圧力をかけるんだったら、非合法でも何でも国家としての圧力をかけるべきじゃないですか。合法でしょうかね。国民を守るためなんですから。それができないんだったら、国民を守れませんって国家として言うべきですよね。やっぱりもうそういういろんなこう不信もあって、この間のそのバイデン大統領が訪日された時には、舛本さんはちょっと遠慮されたっていうふうに、拉致問題アワーでもお話しされてましたけど、やっぱちょっと行くのはや不審ではなくて、ちょっと個人的な事情もあったんですけども、用事があったんですか。今そのバイデン大統領にお願いするのは家族会でいいじゃないですか。でも私自身がそこにいる意味がないでしょっていうふうに、思われたんですね。個人的な事情もありましたね。やっぱこそれこがは、どうであれですね、もう日本国が今お話しされたように、やらなきゃならないこともやってないのにっていうのをどうしてもあるんでしょうね。そうですね、ずっと、なんていうかな、家族会に対して政府がいろんなことをやってますよというような事象をしてますけどもね、
アリバイ作りのような感じがしましてね。よくわかります。に関しても、ちょっと申し上げたことはあるんですけども、20年ですよ。20年やってますという最重要課題ですよ。最優先課題ですよって、10年何も前に進んでいない現状に対して、政府は何にも申し訳ないも何も言うけども、心がないですよね。20年というなんかその長い時間を彼らどうは、いうふうにね、感じてるんでしょうね。20年ですよ。赤ちゃんでおぎゃーって生まれた人が20歳になるんですよ。その20年の時ね間というものを感じてないですよえ。ね。20年前だったら被害者もね、20年若いわけですしね。まあ、めぐみちゃん38ですよ。そうですよね。まだル現ミコさん役もで本当48に歳。次の人生を、ねもう日まだ本にね。帰って、次の人生まだやり直せる年齢です。うちの姉は68だからでしたね。48歳ですよね。20年前だったまあ、ら。老齢には入ってるけども、でもそれでまも、だまだでもね、40代まだね、50代、60代よりは随分でも体もまだ元気ですし、もうこのコロナ禍になって、そのね、まあ、拉致問題アワーでもお話しされてましたが、日本人拉致被害者がいるんです。で、外務省も特定失踪者というふうに、まあ、はっきりは明記してませんが、拉致の可能性がある人たちということも書いてますし、ということは、日本国政府は、ね、もっと北朝鮮に残されているというか、まあ、抑留されている、とどめ置かれている被害者の健康状態の心配を発言するべきだというふうに。それが本当に拉致問題のことを考えている証明じゃないのかと。家族は心配で心配でしょうがないんだというふうにお話しされてました。まさに本当にそれもその通りですよね。そのために、まあ、医療援助、まあ、被害者の方に医療援助できるような、こう、なんていうのかな。い話しや、合いそれ方、ね、やらないまでもね、発信すべきですよね。そうです、そうです。口に出してね。官房長官でも総理でも、そうです。北朝鮮に言うべきだと思うんですけども、発言す一言ればも言ってね、ないじゃないですか。記事になって、ちゃんと文章に残るわけですし、それは絶対北朝鮮の当局は見るわけですよ。届くわけじゃないですか、直接対話しなくても。だから、そういう、ね、重い立場の首相だったり、官房長官が、それをこう、ことあるごとに常に発信するっていう大切ささえもやってないっていう、本当に、もう被害者家族にしたら、もうどこに向かってね、怒りを、僕たちはね、この20年間ね、北朝鮮で水害が起こったとかね、そんなことで本当に心を痛めてきたんですよ、あの水害の中で。どうなってるんだろうっそのてね。どうなったか分かんないということをね、食べれてるコだロろうナかってね。がかか、問題が発生して、北朝鮮がゼロコロナと言いながら、全部封鎖したと言いながら、あの国でそんなことができようはずがないじゃないですか。もうね、薬ななぜんなてら、ね、日ない本です政府し。が何の発信もしない、何の告げないで、今年になって北朝鮮が発表して、1日に150万人ぐらいとか、そんな話をしてることも、もう分かってることですよね。それでも日本政府は、その日本人拉致被害者の健康状態にも何のケアもしてこなかったのが事実でしょ。本当に呆れますよね。私たちの国ってどんな国なんでしょうね。彼らが守るべきものは何なんでしょうね。政治家が。国民の財産と命だと、私はね、
文化や領土や国民の命、安全と思ってきたんですが、本当に隅々まで守る気はあるのか、まあ、自分たちのね、地盤とか まずそれでしょうし、あとは自分たちが、渋谷で、もう本当にこの国の現状を見ると、ちょっうと怒って、怒りもありますし、ーん。いや、そらそうです。過激になってるかもしれませんけれいえどいえ、も、はい。私の本当が。はい。でもね、本当に残念な国になりましたよね、日本という国が。拉致問題のことを、知れば知るほど余計にというか、すごくそう思います。あえて、阪神大震災、私経験してるんですけど、の時にはもうみんなで助け合ったり、避難所で助け合いがあったりとか、ボランティアに全国から来てくれたり、また東日本大震災もそうでしたし、海外からもあえて暴動が起きないで国民が助け合って、でしっかり自分の番が来るまで並んだり、買い占めを行わなかったりというふうにこう褒められたりするとこもあるんですけど、ではい。ももうこうやって国民に拉致されて、もう放ってるじゃないですか、はっきり。私はね、その点でね、非常に残念だったのは、家の権力でやれるべきことをやれない日本というのがあるんですよ。例えば東日本大震災で、あの時に焼却炉を作れなくて、土地の、権利者がいっぱいいて、その権利者の、意見があるから、でもね、あとに強制執行してね、強権ですよ。戦争と同じような強権ですよね。だって、戦争が起きた時に、あなたのうちにそこに、砲台を作りたいから、ちょっと撤去してくださいって言っても、そのうちが拒否したらできないというような状態ではないでしょう。いや、みんなにハンコもらって回るんですか、緊急事態にっていう話ですよね。僕たちだって、本当のことですよ。国を守るにはそこに必要なんだなっていうことがでしょ。仙台でもそうだったはずですよ。もうむちゃくちゃ、もうとんでもない事態になって、そこに焼却炉を作った方が一番効率的なはず。いろんな権利者がいて、その権利をなんか維持しなければいけない。でもね、もう本当に緊急事態だということで、強権を日本政府が起こしても国民みんな納得しますでしょ。します。しょうがないよねっていうふうにみんな思うでしょ。どうでそこす。でその権利者の意見を聞いて、それは権利者の意見を大切にしようなんて思わないでしょ。あの時にあそこに焼却炉を作ってたら、もっとスムーズにいろんなものが焼却できたのにもかかわらず、できないから日本国中にお願いするような事態になって、その時に何が起こったかというと、日本国の遠い人たちが自分たちのところに放射能のものを持ってきては困るというような事態が起きた。これってまともな国なんですか？自分たちは被害は受けない。自分たちは日本国の大きな地震があって、東北の人たちが非常に苦しんでる。お金は出します。でも自分たちのところにそれを持ってきてもらっては困る。そんな日本国民っていうのがありなんですか？私はね、あの時に非常にがっかりしましたけども、戦争というのはね、第二次世界大戦、日本国はすごく全面が破壊されて、それでみんなが一緒にその復興をやってきましたよね、各土地で。日本国を再興しようと思った人たちがみんないますけども、東日本大震災に関してはお金を出します。でも自分たちのところにその
放射物質がかかってるものを持ってこないで、これが日本国民の考え方なんですかっていうふうには、残念ながら至りました。戦争というのもそういうことなんですよ。戦えないんですよ、この国はもう。増本さん、日本人拉致が発覚しても、その後いろんなところでね、雲仙普賢岳とか、まあ、災害がこれだけ多発しても、これだけ、まあ、自然災害も多い国なんだ、緊急事態が急に起こるんだ、政府は強権を持つべきだから、緊急事態法を制定しようっていう、で、まあ、拉致されてる被害者がいるんだから、スパイがそれだけ工作員がね、入り込んでるんだ、それを取り締まれる法律を作ろう、スパイ防止法を作ろう、だったりとかですね、いくらでも、その転機といいますか、今変えなきゃならない時ってあったのに、なんていう、やり過ごしてきてるじゃないですか。後へ後へというふうに。これ、ボールを後ろの人に渡してきても、いまだに何も大事なことが決められない。本当、松本さんのおっしゃる通り、これじゃもう日本は、どう考えても明るい未来はないですし、何よりもこんな民族が連れ去られて取り戻すこともしようという立ち上がる国民が、まあ、はっきり言って少ない。拉致被害者のね、救出の署名も1500万筆以上っていうのはすごい数だと思うんですけど、国民1億2000万人いるのにってやっぱり思ってしまうわけです。日本人はやっぱりもう戦えないし、いつか滅ぶ民族になってしまったのかなっていうふうに。可能性はありますね。日ねえ。本はまあ、残念ないずれがらは滅ね。ぶ民族かもしれない。ねえ。特に中国とかロシアとか日本の動向を見て、北朝鮮は日本を制圧するだけの力は持ってません。経でも済中力が国ないはです持っかてらまね。す。ロシアは持ってます。で、彼らが本気に日本を制圧しようとして、日本が戦えないというのは多分よく分かってるでしょそうですね。う。その時にどれだけ抵抗する人間がいるのかというのを測ってるでしょうけども、日本というのはお人よしの国家ですからね、戦えない国家になってますからね。でも私たまに公園で言うんですけどもね、みんなヒーローはすごい喝采するじゃないですか。で、ヒーローというのはいつも戦う人たちは、ウルトラマンにしてもスパイダーマンにしてもみんな悪と戦ってるんですよ。そうですね。ヒーローものってずっと昔から、今現在もね、人気でずっとありますよね。で、みんなそういうヒーローには手を叩いて戦うんですけども、自分が戦うことをしない。自分がヒーローを助けそんなヒーローる。いないんですよ。鬼滅の刃でそうですけども、悪い鬼を退治する鬼殺隊は今いないんですよ。自分たちがその鬼殺隊の一員になるしかないにもかかわらず、自分たちは戦わない。鬼殺隊に任せたいっていう。でも鬼殺隊とかヒーローはいないんですよ、現実の世の中には。自分たちが守るしかないのにもかかわらず、守るということを考えないで、ヒーローに任せる。わかります、わかります。ヒーローっていうか、その、自分たちは戦わないで、ヒーローが誰か出てくるだろうとかね。でも、自分たちは血の一滴も流さないで、助けてもらうの待っとくって、本当に、あまりにこう、虫が良すぎるというか、そうなんですよ。ね、ウギさんもお子さんがいらっしゃる、私も子供がいるんですけどもね、子供をその戦火に繰り出すかどうかというのに関してはね、やっぱり親としては非常に
心を痛めるでしょう。多分ロシアの人たちもウクライナの人たちも多分そうだと思います。うん、そうですよね。うん、戦わなきゃいけない自分たちの自由とか、うん、そういうものを戦ってでも守んなきゃいけないというね、教育が日本の中では未だにされていなかったし、うん、戦いは悪だというふうに言われてきたから。そうです、そうです。おっしゃる通りです。それがね、うん、ずっと浸透しているので、これを立て直すには時間がかかりますよね。でもまだ間に合うと思います。間に合うでしょうか。今回のそのロシアのウクライナ侵攻を受けて、はい、だいぶ考えが変わってる若者たちもいるでしょうし、いるそうですね。うん、そうなんです。で、やっぱり本物の戦争があれだけネットで毎日のように情報が入るので、で、やっぱりこういう戦争になったら、やっぱりウクライナの国民がシベリアの方まで拉致されているという、まあ、やっぱり拉致っていう犯罪も起きるんだなと。ロシアのやり方って前もそうじゃないですか。第二次世界大戦の時に、ね、シベリアに抑留された人たち、はい、はい、あのロシアのやり方なんですよね。すごいですよね、本当に。国のためにだけ使う。だってあの時でみんなね、朝鮮半島だって中国だって、うん、あの日本兵は全部早く返してきたんですよ、うん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 、でもロシアだけですよ。6万人もの人間をあそこのシベリアに送り込んだとか、うんうん、連行した、拉致したのは。そうです、はい、アメリカがあの民間人を何万人も殺しましたけども、うん、私は戦後本当に日本にむちゃくちゃなことをしたのはロシアだと私はずっと思っているので、そのロシアとね、はい、友好関係なんか結ぼうとする国会議員が、うん、そして考え方を持っている人をもっと見極めろと言いたいんですけどね。北朝鮮に対しても昔の社会党は、はい、あの友好関係を持とうとしていましたけども、はい、体制を見極めないと国家の体系を間違えますよね。国民をなんかこう本当に危ない方向に導きますよね、うん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 、これはね本当に残念なあの日本という国のあり方なんですけども、でもしっかりとした国会議員がいないと、はい、僕ね、どういった川さん今頃その墓場の中でどう考えてるんだといつも思ってるんですよ、うん、あの方はずっと北朝鮮擁護したけども、はい、北朝鮮の人民がどれだけ苦しんできた、拉致被害者がいた、そのことに関してあの人が日本の国会議員としてどう思うんだというふうにね、うん、草場の陰で何を思ってるんだというふうにいつも思いますよ。私はある意味被害者だぐらいの気持ちじゃないでしょうかね。うん、私は信じてたんだと、北朝鮮、朝鮮労働党と、まあ、友好関係にあった社会党としては悪いことはしてないっていうふうに、まあ、朝鮮労働党の人が言うからそれを疑わずに信じてたんだと。ひどいじゃないか、自分たちも騙されてみたいに。亡くなった時点で、おそらく全部真実を分かるでしょうから、あの強制収容所にいた、うん、あの強制収容も見れるでしょうし、はい、北朝鮮の真実を亡くなった時点で分かるでしょうから、その時に自分の人生をどう思ったんだろうなと私は思うんですよね。北朝鮮を擁護して、はい、そして拉致被害者をみんな見放して、うん、その国会議員として議長までやって自分の人生をどのように反芻したのかな、あの草葉の陰でと私は思ってるんですよね。それで反芻して反省しなければ危惧な人ですよね。まあ、日本の左翼の人たちっていうのはその朝鮮半島とまあ、中国大陸に対しては日本はずっと頭を下げ続けなければならないみたいな、そういうの も強く根強く持ってるので、まあ、日本人が拉致されたのは日本の自業自得だぐらいに思ってたかもしれないですし、辻元さんはそう言ってましたもんね。5人や10人、ね、あの拉致被害者の
で、フェアじゃないってある人いました。やっぱそういう考え方の人がああいう生き方になるんだろうなって、どうしても私や松本さんたちとはもう相入れない、交わることのない考え方なのかなと思ってしまうんですが、でも、日本の国会議員じゃないですか。そで、うですよ。日本人の命9人や10人をね軽視してる人が、日本の国会議員でえ。活動をすること自体を、なんで日本の国民がそう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 。支持すること自体が、そう。私、高槻市民ってアホかなと思ってるんですよね。なんで理解しないのっていうふうに思うんですけどね。そう、もうそういうたまにおかしいな人がいても、それをほとんどの国民とか市民がですね、許さなかったら、そういう人はやっぱり沈んでいくし、埋もれていくし、消えていくのそに、こ。なんで許すのっていうのは私もすごく思います。あれはやっぱり大阪のおばちゃんの、なんとかな、親近感というか、それに、金銭にこう訴える、あの人のやり方なんでしょうけども、でも、あの方は日本の国民9人を10人を見捨てた人間ですから、そのことだけは、ちゃんと理解をしなきゃいけないじゃないですか。やっぱりそのずっと若い時からそういう考え方の人の中で人間関係が出来上がってしまってから、はたともしかしてどっか気がついたところが、もしもですよ、あったとしても、それを全て捨てて、そういうものに背中を向けるとなると孤独になってしまうから、ああ、その通りかもしれない。ねえ、み、今、防衛省の前で、私の友人が、はい。自衛隊の用語、それから自衛隊参事をやって、はい。一人でマイクを持ちながら、自衛隊ありがとうという、その活動をしてるんですけども、そこに100人ぐらい自衛隊反対という最後の人たちが来るんですって。はい。ああ、来るんですか。やっぱりね、今でも自衛隊反対ですか。はい。ご老人が多いんですって。はあ。それを考えるとね、私ね、よく思うんですよ。私も若い頃、やっぱり、どちらかというと左翼系の大学に通ってましたし、左翼の、心情に理解をするところがありましたので、ただね、彼らはずっとその人生60数年を、この思想で染められて、自分の人生を60数年、70年、80年、全部否定することはできないんでしょうね、きっとね。できないんでしょうね。それともう、その気づいてきた、その友人関係で、まあ、思想を抜きにして仲良くしてきたお友達とか、間違いだというふうね。に感じてても、はい。もう自分の生き方を否定できないし、自分のその、なんていうかな、おっしゃる通り、仲間を全部ね。否定することもできない、もう。そういうところに陥ってるんじゃないかと思ってるんですまあ、よ。一種の宗教的な匂いもしますよね。こういうのを考えると。まあ、思想だから宗教と、まあ、近いのかな。やっぱりそういうイデオロギーというのも。自分がこう信じてきた若い頃からのイデオロギーを今更否定されても、自分の人生というのはじゃあ何だったんだというふうになっちゃうから、固執するしかないのかもしれないなというふうに思ってるんですよね。でもね、どっかで間違いは人間理解しなきゃいけない。で、今この現状、共産主義がどれだけ人類に対してひどいことを行っているかという現状を目の当たりにしなきゃいけないし、理解しなきゃいけないし、見ないといけない。中国がどれだけ悪いことをやってるかということをね、理解をしないといけない。わからないといけないと思いますよ。もうだから本当に。今まあ、はっきり言いますけど、ロシアを擁護してる人たちなんでね、もうちょっとやっぱり歪んでますよね。アホですね。普通に考えたらいい。侵略してきた国をどう擁護するんだって、戦争でね、まあ、糸を引いてたのは、西側諸国なんだ。アメリカがね、まあ、代理戦争やってるんだみたいに言う人もいるんですけど、それはね、武器の供与とかもありましたし、2014年のクリミアの侵攻の時から、まあ、西側諸国も結構甘やかしてきたところもありますから、ドイツとかもね、メルケルさん、この間やっと発言したみたいですけど、随分プーチンさん甘やかしてきましたけど、
結局は話し合いなんか通じない、理念も理論も通じない、暴力だけを、まあ、ね、脅しの材料にやってしまう独裁者はいるんだっていうことを、日本の護憲派の人たちとか今どんな風に見てるのかな、窮状なんか何にも役に立ってないっていうことを、どうなのかな、松本さんがおっしゃったみたいに、ちょっとはこう、振り返ったり、私の思ってきたものは、ただの理想だったんだな、みたいな、ちょっと現実に目が覚めるみたいなこと、あるんでしょうかね。ねえ、それはねね、え、自聞き分のたい人です生よをね。否定できるかどうかでしょう。自分の人生、信じてきたものが全部間違ってたということを、自分で反省して否定できるかどうかの問題ですけど、これがなかなか難しいと思いますよ。自分の人生、本当、全部、ま、もうそこからもう否定するんだから、したそうでくすないよでね。すよね、人間っていうのは。でも否定しなければ。その学生運動ぐらいで、なんかこう、ちょっとこれも左にかぶれるのは、そろそろやめとかなあかんっていうふうに、こう、中道に戻ったりした人は、まあ、良かったんでしょうけど、20代の前半なら引き返せることでも、どうなのかな、そういう、学生運動だってね、結局ねえ、ね、ブームの、今のそのなんとかな、アイドルにこう賛同すると同じようなの人間が大勢いた、私のんぽりでしたけども、でも、私はどちらかというと偉大に持ってましたよ。もうそういう時代でしたよね。でも、まあ、そういう時代だからこそ、だから、左の人たちが過激なことをやっても、反日本だって、まあ日本もひどかったのかもしれないけど、反日の人たちだって、まあ許容してきた人たちが大勢いる。もう結局その運動に邁進していた人たちの中枢は、大きな事件を起こして結局は違ったんではないかという日本の、だからね、浅間山荘事件とか、逆、あの、なんか、事故悲願の中で殺されていった人たちがいっぱいいましたよね。そうです。やっぱり違うんじゃないかという人たちも出てきた。でも、今の共産主義の共産党を信奉している方たちは、その反省をかけて、それを乗り越えて、やっぱり共産主義が一番なんだという、そして、共産主義の主張する日本の武力の強化というとか、そういうものには反対の意思表示をしなきゃいけないし、自衛隊は絶対にあってはならない、戦争は絶対にあってはならないという、彼らの信念なんでしょうけれども、日本がね、今戦争を仕掛けることはありえないでしょ。ありえないで西す。側が、どここまに、で、大体ね、どこに行くんですかって話ですよね。したいなんて思ってることはどこにもないですよ。ロシアは独裁国家で、そして共産主義で、で彼らは脅威を感じてるけども、でも NATO がどれだけ増えても、ロシア国内に攻め込もうなんていう国は一つもなかったはずですよ。そうです。その通りです。あれは守りの、組織だったんです。守りのですか。それを侵略の組織じゃない。プーチンが考えたのか、だからプーチンの考えは、その旧ロシア帝国の、領土を拡大したい、それは中国に、習近平に通じることですね。覇権習主義近平ですがね。今やってる旧中、中華どこまそうで行ですくんよでね。すか、新帝国なんですかね、どこまで行くんですかね、どこまで秦の時代に戻りたいみたいなね、感じですよね。自分も皇帝になったようなね、感じですし。そういうような狂人がいるということを目の当たりしたのが今回のロシアの侵攻でしょ。それに対してやっぱり西側諸国はしっかりと守り固めなきゃいけないし、国民、私たちもいつ攻められるかわからないということだけは覚悟しなければならないまさに事そうで態す。になってると思いますよ。私はまあ、もうね、随分、若くはないですけど、でも自国のために戦う気力はあるんですが、その気力が若い人にないっていうのは、これは日本国は
もうちょっと自分の自国の教育だったり、自国民へのこう、なんていうのかな、国民に対するこう、もう政府に罰って言われてるのと一緒だと思うんですよね。この国のために私は死にたくない、個人主義ですよね。そうね、それはね、教育の問題もあるんでしょうけども、国民が日本政府を信じてないことじゃないですか、いや、もうそれおそもらく。そうですし、やっぱりそこが信頼回復されるのが拉致問題だったと思いますし、私もそう思ってるんですね、よ。松本日さ本国ん。がしっかりと日本の国民の命を守る、そして皆さんのことを絶対守り続けるっていうのはね、それを示すのは、拉致被害者を国家の責任として取り戻す。ね、まあ、こういはっうきり言うことけにど。示すことが初めてできて、国民の信頼を得られるんじゃないかということね。だからなかなか難しい教育の問題だけども、でも、まずこれを示すことが、国家というものが国民を守ってくれるんだというね、その思いを示せることではないかなと思っています。だからこそ、この国が変わるためには、国家としての責任で、拉致事件、拉致被害者のことを明確に解決すること、本気でね。言葉ではなくて、それが必要だと思います。私もそうだと思います。そういうのが、例えば国民のその拉致されている被害者以外の、もう自殺してしまいたいなっていうような若い人、まあ20代、30代の死因の1位が20年間自殺なんですけど、そういう人も救うんだなと思うんですよね。国が、まあ、持ってくれるんだ。で、そういう国に私は生まれてるんだから、まあ、何かあった時には国の保障で、まあ、助けてもらおう。社会保障で助けてもらおう。でも、助けてもらわないで済む間は、国に、まあ、言ったら貢献しようっていう、そういう気持ちになれるのは、やっぱり国がちゃんと国民を守っているっていう姿勢を示すことだと思うんですよね。日本というのは本当に素晴らしい国ですよ。まず一見、天皇陛下がいらっしゃって、で毎日毎日国民のその幸福を祈っていただそういでてす。る国家元首国が家ですね。よ。為政者が間違いすぎてる。なるほど、為政者が。本当に国会議員というものはね、もっと反省しなきゃいけない。でもね、国会議員の第一義は国民の命と財産、これを守るのが第一義ですよね。それをできていない国会議員が反省の言葉も何にもない、申し訳もない、何にもない。僕は初めて聞いたのは、西村慎吾先生が申し訳ないって言ったのは、市川修一さんのお父さんが亡くなった時、当時というか、葬儀の方に来られたんで葬す儀ね。のお言葉をいただきたいっていう弔時に、辞を述べられた。なるほど。そう、まっつぁん、私はそういう、あれは今できないと言われました。そんな立場ではない、何にもできていない人間が、その市川健一さんのお父さんの平さんっていうんですけども、その時に言葉を壇上で述べるなんてのはとんでもない、何にもできてない国会議員がそんなことはできないというようなことをおっしゃいましてね、おなるほど、心がありますよね。慎吾先生なるにほはどと思ね。いました。でも今の国会議員、誰も、皆さんそうですよね、痛恨の思いとかね、そんな言葉は言いますけど、申し訳ないとか言う、残機に耐えないと本かね。当にね、心を込めて申し訳ないと言った方は、私は一人もいないと思いますよ。飯塚さんが亡くなった時もそうですけども、本当に申し訳ないという心を持って、お別れの会に来た方はいないと思います。飯塚さんのね、別れの会の時の、まあ、松本さんのね、エールを見せていただきました。
その時に、その舛本さんがこうね、その前には、菅元総理と岸田総理が、政治家さんらしい、綺麗な美辞麗句というんですかね、飯塚さんに対する、言葉を述べられてたのがあまりにも私も、本当に申し訳ないと。ただね、新さん、菅総理、前総理に関して私は信頼してます。あ、そうですか。菅総理が今度派閥を作るらしいですけども、そちらを応援さ何れまかすをか？やってくれるんではないか、もしあの時に総理そのまま留まっていたらもっと動くんではないかと思いますけども、大変。私があの時にメールを送ったのはね、本当に鎮魂の思いです。長年、14年間、勤めてこられた代表に対して、鎮魂の思いをエールで、私、今までああいう場でエールを送ったのは2回しかないですけどね、私の、友人が63歳で亡くなった時に、鎮魂のエールを送りました。今回2回目、飯塚さんの、お亡くな別れったのことに会で、対して鎮魂のエールを送りました。それは私にできることだから、もう私が、そうですね、私ができる精一杯のことだから。お疲れ様っていう気持ちを込められてってことですね。そうです。舛本さん、応援団か何か入られてたんですか？はい、大学時代応援団におりました。そうなんですね。もう、先週皆さんにその YouTube の URL を貼って、ぜひ皆さん見てくださいというふうにお話ししてたんです。フレーシゲオーって、いいお声でね。いいお声か。いいお声いいでし声かた。どうかそうですいいけおど。声でした。もう、心がこもらってるなぁと思って。そうですか。北海道大学の時、応援団だったんですね。飯塚さんね、もう、本当に、横田滋さんの後で、14年間、もう亡くなられる1ヶ月前まで表に出てこられて動かれてましたし、本当に最後の最後まで頑張ってくださって、そうこうですね。ね、もうだから家族とか、あと、舛本さんは肌に感じて、よくわかると思うんですが、民間人の方はもう本当に心のある人たちがずっと長く、救助活動っていうのをやってきてると思うんですけど、そういう人がね、国会議員に一人でも二人でも、もうちょっと増えてくれると、日本が良くなるのになと、本当に思います。この7月の参院選の時には、ぜひ皆さん、今日ね、舛本さんから聞かれたお話をですね、自分の、地元の立候補者さんにぶつけてくださいね。で、拉致問題についてはどのようにお考えですかというふうに、しっかり考えを聞いてください。で、そういう考え方だったら応援しますだったり、そういう考え方ではちょっと応援できません、もうちょっとしっかり調べてくださいだったり、考えをまとめてくださいっていうふうに、要望も、有権者としてぜひ要望もしてください。舛そう本ですさね、私も直接会う方がいたら、ん。はい。その質問もぶつけたいとずっと思ってるんです。はい。はい。ありがとうございます。もう今日お話聞いていただいたことね、舛本さん、なかなか、忌憚のないお話というか、そうですか、安倍総理は朝鮮総連が合法と言いましたか。結構してショックです。わかりました。ありがとうございました。もう長くお話ししていただきまして、ありがとうございました。舛本さん、これからも諦めず、もう絶対に、動かないですけど、なんとか1ミリでも動けるように。家族ですから、絶対に諦めることはありませんもし、ちろん絶そうで対にす。やめることはありません。これだけは
お仕返しますはよ。い。そういうふうに家族に、自分事として寄り添って一緒に戦える日本人を一人でも増やせれるように、これからも、すいません。微力ながら訴えていきますので、またよろしくお願いいたします。いや、本当に300回、本当あ、にいやいありや、がすとういまございせん。ます。とんでもないです。木本さんがおっしゃってましたけども、敬意を表させていただくあ、あといりがうとようごりざいます。も、すいあまりせん。がたいという思いでいっぱいですとのんでで、もないです。当たり前だと思っておりますので。はい。すいません。ありがとうございます。私も声が出る限り、はい。諦めず、またやっていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。こちらこそありがはい。とうございました。松本さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。しまはす。い。じゃあ、お電話切らせていただきます。ありがとうございます。はい。松本さん、お疲れ様でした。はい、どうはも。い。すいません。ちょっとごめんなさいね。お電話。はい。はい。松本さん、ありがとうございました。署名活動でね、お疲れなところをですね、長くお話ししてくださいました。率直なお気持ちがお聞きできました。松本さんにね、300回、褒めていただいたというか、敬意を表しますなんて、過分なお言葉いただいて、なんか申し訳ないなと思ってます。どうします？本当に。私ね、今日の話結構ショックでした。そっか、BTS のファンの人は、遠いところから来てるのかな？この写真が撮りたかったんやね。でも、この弾幕が邪魔やっていうことを言ったと、うわ、ショックやな。拉致被害者全員奪還みたいな文言をね、大提灯で、靖国神社の御霊祭りに、並べようとしたらね、靖国神社から、北朝鮮とか拉致とかっていう言葉はやめてくださいっていうふうに言われた時もショックやったけど、日本人の若い女の子は、BTS のこういう弾幕があると、こういう大きいパネルの写真が撮れないから邪魔だって言ってたんですって。いいやんね、そんなんね。人の痛みの分からへん人もね、そりゃ別に昔からいるかもしれないけど、好きなものが大事なのも分かるけど、私がね、松本さんの立場でそんなこと言ってる若い女の子がいたら、君ら想像してみって、説教してしまいそうな気がしますね、本当に。考えてみて、君らの歳の倍ほどなって、44年もうちの姉はって、北朝鮮のなあの国でって、帰りたくても帰れない。返してくれっていう声も一つ上げられず、家族とも会えず、父親も母親ももう死んでしまったんやで、もう二度と会えないんやでってね。ああ、提灯の写真ね。ごめんなさいね。なんかちょっとその時のことを思い出しました。ねえ、自分たちがこれは勝手な言い分なのかもしれないけど、日本のために戦ってくれた護衛令を祀っている靖国神社の御霊祭りで、北朝鮮に拉致された日本人を取り戻すことを、政治的な発信といえばそうかもしれないけど、被害者救出って意味でね、悪いことっていうかね、注意を受けると思わなかったので、だから北朝鮮とか拉致問題とかっていう分、そういう文言は避けて、護衛令とブルーリボンに日本国の安寧を祈願する有志の会という、
いや、33万ぐらいだと思う。確か。駅地さん覚えてるんちゃうかな。提灯1個が1万2000円で、ちゃかったっけ。ねえ、懐かしいね、御霊祭り。3年前ぐらい ?4 年前ぐらい?そうなんですよ。靖国がね、そういうことをね、やっぱり言うのは、まあ、確かに拉致問題で政治的な、ね、そうそうそう、一つ1万2000円で、みんなからこう2000円、一口2000円だっけ?からでこう、何口でもいいですよって言ってこう、このツイキャスでね、御霊祭りでこう、みんなの思いを、まあ、ご英霊が眠る日本国をね、守ってくれて、眠られているご英霊に捧げようという気持ちで、そういう企画がありましたね。その時には、まあね、産経さんも記事にしてくれてね。でもね、靖国のその言い分と、安倍総理が朝鮮総連を合法って言ったことと、あと、今日の増本さんのお話全般が全部やっぱりつながってると思います。そういうのを許さないっていうふうに、ダメなものはダメ、ならぬものはならぬってしなきゃならないことを見過ごしてきすぎたから、未だに変わらない、変えれない。そして、この道はどこに続くかですよね。発展なのか、衰退なのか。もう私はとても、こう、明るい発展していく、いい未来が待ってるようには、思いたいけど思えない。舛本さんも愛国者ですから、日本いい国ですよと。ねえ。万世一系って。日本の文化も、歴史も、で、先人の方々の思いも、舛本さんも愛してらっしゃるけど、今の日本人、戦後の日本人、もちろんね、今このツイキャス聞かれてる方じゃなくて、こういう拉致被害者のことに無関心だったり、他人事で、ね、まあ、署名活動してるのを知ってても見てても、こう立ち止まってくれない人たちだったりとか、そういう、まあ忙しい人いるでしょうけど、そういう人たちが増えてしまったのなぜかっていうね、そこはやっぱり、これは、拉致被害者の救出も最重要課題であり、なぜ片付かないかも、それこそ最重要課題だなと。今日本当に思いましたね。松本さんの話聞いてて。これをやるかやられないか。まあ多分嫌なこと言いますけど、このまま日本の政府が、このまま行けば、奪還は成し得ないでしょうから、そうなったらどうなるのかっていう。もう後々日本民族は、大和民族はどうなるのかという。もうね、そういうものが見えているような気がします。来週ね、すいません、一人語りにさせてください。ちょっとね、先月一人語りでもいいよっていうふうに言ってくださった皆さんに甘えるわけじゃないんですが、やっぱちょっとね、ゲストの方々、ちょっとお願いするのもなかなかやっぱね、ねえ、やっぱりちょっと大変なので、毎週っていうのは。でも、今日、松本さんにも、頑張っていきますというふうにお約束もしましたし、ずっと続けていこうという気持ちは、紛れもなく変わらずありますので、来週ちょっと一人語りで、で、次の週ですね、6月最終の日曜日は、三浦小太郎先生が、ご出演していただけるというご約束していただいておりますので、楽しみに待っててください。そうなんですよね。いや、みぞほさんから言えるように、ご英霊に罪もないし、靖国神社にも罪はないことです。そう、職員さんの考え方もいろいろだと思います。で、そういう靖国神社に、まあ言うたらこう、目の敵にされてね、
靖国神社がね、玉串のほら奉納でも私費でしたかとか公費でしたかとか、現職の、総理が行ったらわーわー言う国があったりとか、そういう動きを、まあ、応援するような左寄りといいますか、そういうね人も日本国の中にはいるから、いろんな意味でこうクレームっていうのが入らないように、いろんな配慮を靖国神社は靖国神社で、靖国神社を守るためにちょっとでもこう、守るためにこういろいろ知恵を絞られているからだったのかなというふうに、まあ、納得はしてないけど受け入れて、そこが一つ私も大人になれたというか、もうまあいい年してるんですけど、こう納得できないことでもこういうもんなんだっていうことを受け入れる、ことも必要ね。抵抗するばっかりではね、しょうがないから受け入れて、私はもう御霊祭りに奉納のこと、提灯のね奉納のことはちょっとまたね、みんなの意見も聞きたいですけど、ちょっと今はまたこの企画やりたいなっていう気持ちにはなってないんですが、でも靖国神社に参拝はね、またしたいなと思うし、ご英霊に何の罪もない、ご英霊にはもう一つしかない命を捧げていただいた日本がですね、もう衰退する姿を見せるのは本当に申し訳ないので、ちょっとでも日本がいい国になるために、なんていうのかな、努力してますっていう報告ができるような自分でいたいなと思っております。皆さんもね、すいません、さっきちょっと、靖国そんなことしたのって思ったかもしれないですが、そういうふうに受け取っていただけたらいいかなと思います。じゃあ、今日の配信終わります。ありがとうございました。いつもありがとうございます。あ、そうなんですね。毎年3000の提灯を、買って、奉納されてるんですね。玉祭りね、もう締め切りかな。6月でしたっけ。今年もね、あるみたいなので、ご参拝される方、ぜひまた、教えてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。あ、そうだ。おっとっと。舛本さんのお写真に戻して終わります。ね、この舛本さんのね、時計、またね、またの機会にぜひ見せていただきたいなと思います。そうそう、なんか来てたね、靖国神社からね、封書がね。皆さんありがとうございました。迎えに行くよ。